マヌエル・コッポラは、イタリアラら強州ローマ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。カブリーグの SST ボリカルチョ1919 19で、プレーした後、2004年1月に FC メッシーナへ移籍。しかし、翌シーズンに、セリエ A 昇格を果たした同クラブでは、出場機会を得られず、レンタルや、共同保有での移籍を繰り返し、 セリエ B 以下のリーグでのプレーが続いた。2005年夏にレンタルで加入したジェノア CFC では加入1年目でセリエ C1 から B への昇格に貢献。シーズン終了後に完全移籍をし、さらに翌シーズンにクラブはセリエ昇格を果たした。2007から08シーズンにキャリア8年目で初めてトップリーグの舞台に立った。2014年7月。 AC チェゼーナに完全移籍した。2015年1月13日、1年間の契約でセリエ B のカルチョ・カターニアに加入した。2016から17シーズン終了をもって現役を引退。2017年9月18日、最後に所属していたテルナーナ・カルチョで指揮を取っていたファビオ・リベラーニが US レッチェの監督に就任することに伴い、 アシスタントコーチとして招聘された。ありがとうございます。